イユプラルです。今回はですね、こちらリーマン進化への道激ムズの方をね、ちょっと今回は初見で、やってみたいと思います。一応ね、何が出るかちょっとよくわかんないんですけど、適当なパーティーでね、ちょっと挑んでみたいと思います。じゃあ行きましょう。出陣。まあ、とりあえず何が出てくるんだろうね。まあ、そっからなんですけど、はい、あーね、まあいいや、カオルくんだからなんとかなりそうだな。これでも白く与えたらまずそうだよね。だからカオルくんを程よく真ん中、あ、ダメだったわ。もう考えた作戦一気に終わったわ。あ、マジで、めんどくさいやつ。あー、これ桃太郎持ってくればよかったわ。うーわ、マジで。しかもなんかリーマン、もうサラリーマン、全然違うじゃん。どこがサラリーマンなんこれは。うーわー、ちょっと待てい。ちょっと待てい。うわー、ちょっと待って、桃太郎本当に持ってくればよかった。やつが出てくるならもうそうしておけばよかった気がするんだよな。まあ激ムズだったらそこまで難しくはないと思うんだけど、どうなんだろうね。超激ムズの場合も出てくるの。あ、2体出てくる。そういうこと。ちょっとまずいよね。先に OK 終わらせて、そっからだな。このさ、リーマンの第3形態はさ、もう2体限定なんかな。時間差でなんかどんどん出てくるやつじゃないよね。結構さ、待って、攻撃頻度さ、多くない結構。やっぱ、やっぱ増えたわ。いや、しかも、うーわ、これ、もう嫌だ。桃太郎持ってくればよかったわ。いや、待って、きつくないこれ。これはちょっとさ、ガオを出した方が良かったんじゃないこれ。しかもなんか待って、2体重なってるよね。見てなかったけど。くわー。あ、そうでもない。オッケー、じゃあ一応出しとくよ。どうしようかな。桃太郎がさ、これ、まあ、仮にもしさ、まあ、超生き物で出てくるんだったら、準備しておいた方がいいよね。絶対そうじゃないこれ。今はこれでなんとかなってるけどさ、ほら。超激ムズになるとちょっと変わってくるから、普段どれ、何が出てくるかだよね。まあ、多分もうやられる。あ、リムだね。まあ、大丈夫だと思うんだけど、大丈夫だと思うから、まあ、問題は次だな。超激ムズがちょっと問題だから、ここはちょっと考えとこう。まあ、これになったね、1、2体であの入れ替えて、ただ解散するぐらいだから、まあ、問題はない。あ、終わったわ。めっちゃ考えてたから、なんか気がついたら終わってた。まあ、ここで激ムズで積んでたらなかなか面白いけどね。はい、じゃあもう大丈夫かな。大丈夫だね。それを叩いてまた出てくるってことないもんね。そんな鬼畜じゃないか、さすがに。はい、どうしようかな。超ビームでちょっと考えよう。まあ、とりあえず、あれが出てくると考えて、一応桃太郎は入れとこうかな。それで、一回やってみて、無理だったらまたちょっと入れ替えてやる形でいこうかな。うん。はい、てことでね、今回は、こちらか、リーマン進化への道、激ムズの方をね、今回挑戦してみたわけなんですけど、一応ちょっとね、桃太郎がいれば、赤いやつがちょっと動き止められて、まあ、楽にいけたのかなっていう感じがします。まあ、ちょっと超激ムズに関しては何が出るかちょっと本当に未知数なんで、まあ、激ムズとキャラが同じだったらちょっとね、桃太郎出そうかな。まあ入れるかなっていう感じがするんで、まあさっき言った感じのね、編成で挑んでいきたいと思うんで、よかったらそちらもね、見てもらえれば助かります。ってことで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ってことで、バイバイ。